外交学院大学の特任教授をしております松永明と言います。私は大学で教える傍ら外交学院幼稚園というところで園長も務めています。元小学校教員でですね、現在幼児教育保育に関わっているんですが、学生の皆さんの若いエネルギー、幼稚園では園児の成長する姿にですね、随分励まされながら活動を行っています。大学では主に教育家庭論とかですね、保育教育家庭論というような授業を受け持っています。小学校教育とそれから幼児保育、そのあたりをですねつなぐ、ところを大切にしながら学生の皆さんと、関わっています。子ども学部の学生っていうのはですね、将来目指しているものとして、小学校の教員であったりですね、幼稚園保育園の先生、また子ども園の先生ですね、そういうもの、それからその他さまざまな施設を目指している人、それから子どもに何らかの形で関わる仕事に就くこと、それからですね、中にはですね海外を目指す人、そういうふうなさまざまな人がいます。この専攻ではですね、具体的には幼稚園一種の免許、それから保育士の資格、これを取得することを目指していますが、4年間をかけてじっくりと社会人として必要な基本的なことを学んで、実習などで実践的な学びを重視して、そして社会に旅立ってもらおうと、そういうふうな専攻です。4年間の学びの中で、広く一般的な教養の授業、そして専門的な深い、授業があります。講義だけではなくて、さまざまな演習、実習、そういうものを通してですね、例えば手遊びですね、それから歌なんかもですね、たくさんの自分の中に引き出しを持つ、そういうふうな実践力を身につけることができるというふうに思っています。それからさまざまな実習を通してですね、現場力、こういうものも鍛えることができると考えています。近年求められている教育保育に関するですね、現場力、そして即戦力、こういうものが身につくと考えています。しかしですね、4年間という学びがありますので、それを支えるためのコミュニケーション能力であったり、マネジメント力であったり、そういうふうなものを、広く言うと人間力、そういうものを鍛えて、それを保育、教育、そういうものに生かす、そういうふうに成長できるのではないかと考えています。これはですね、まず子供が大好き、そういう方にはですね、ぜひ来ていただきたい。で、子供って面白いな、子供ってなんでこういうふうなこと考えるんだろう、こんな行動するんだろう、そういうふうなことに興味を持っている人はぜひですね、この専攻に入ってきてもらいたいなと思いますね。そして具体的には将来、保育士、幼稚園の先生、そういうものになりたい人、それから子どもに関わるさまざまな仕事についてみたい人、そういう方は、ここで学ぶことによってさまざまな視点を得ることができて、実践力も身につくと考えています。では次回の動画もご視聴お願いします。はい、よろしくお願いします。